の追加方法、アプリの並び替えについてご紹介します。まずアプリについて解説していきます。ホーム画面に並んでいるものはアプリです。アプリとはアプリケーションを略したもので、電話やメール、インターネットやカメラなど様々な機能を持っているものです。最初から入っているアプリも多くありますが、目的や用途に応じて追加し、自分に必要な機能を増やしていくことができます。次にアプリの追加方法を見ていきます。ホーム画面にあるプレイストアアプリをタップします。タップとは画面をトンと軽く触ることです。プレイストアはアプリを追加できる機能を持っています。画面上部の検索窓をタップし、追加したいアプリを入力して検索します。今回は LINE を検索し追加します。 LINE のアイコンをタップし、インストールボタンをタップするとダウンロードが開始されます。少し待つとインストールが完了し、ホーム画面にアプリが追加されます。またアプリには LINE などの無料のものと有料のものとがあります。有料アプリを購入する場合は支払い方法を設定する必要がありますので、ご注意ください。次はアプリの並び替えについてです。よく使うアプリは見やすいところに配置するなど、スマートフォンを使いやすく整理することができます。アプリを指で押し続け、選択メニューが表示されたら移動できる合図です。そのまま指を離さずに置きたい場所に持っていき、そこで指を離すと移動できます。アプリの一覧からホーム画面にアプリを追加することもできます。ホーム画面を下から上にフリックすると、本体にインストール済みのアプリ一覧が表示されます。フリックとは画面上を指で素早く払うように動かすことです。アプリを指で押し続け、選択メニューが表示された状態で指を上に動かすと、画面上部にホーム画面に追加という項目が現れます。その文字まで指を持っていくとホーム画面が表示されますので、置きたい場所に持っていき指を離せば完了です。ホーム画面のアプリを指で押し続け、選択メニューが表示された状態で指を上に動かすと、画面上部に削除とアンインストールという項目が現れます。削除はホーム画面から削除するという意味で、スマートフォン本体にアプリは残ります。アンインストールはスマートフォン本体から削除するという意味で、もう一度使いたいときには再度プレイストアからインストールすることになります。またアプリを他のアプリに重ねてから指を離すことで、アプリを複数まとめたフォルダを作ることができます。例えば SNS や仕事用など用途別にフォルダ分けをすることで、画面をよりすっきりさせることができます。以上、アプリの追加、並び替えについてご覧いただきました。